他ないですか。じゃあ最後横田はじめさん。フリーの横田ですけども、先ほど維新の対応をおっしゃいましたが、決選投票の、野田さんとは書かないと、10月31日に、大阪での馬場代表の会見でですね、同じ質問をしたら、政治改革の道筋がついたら決選投票で野田さんと書く可能性はあると、というのは野田さんを勉強会に呼んで政治改革について話してもらったと。でその時にもうほぼ大枠は一致したと。だから抜本的政治改革の規制法の成立ということで両党は合意する可能性があると。ただ馬場代表が気にしてたのは、立憲民主党は意思決定のスピードが遅いということを懸念してたんですが、野田さんに聞いたらもう維新とはほとんど まとまってると、で、すぐに維新と合意することは十分可能だというふうにおっしゃってたんですが、玉木代表のその維新は決選投票で野田さんと書かないと断言されましたが、何が根拠なんでしょうか。プライムニュースに出演したときに、横に並んでいたときに直接聞きました。何ですか。今すぐには思い出されませんけども、調べていただくと分かると思います。それ 条件付きだったんじゃないですか。その政治改革の道筋がついたら野田さんと書く可能性もある。ただ今の段階では、そうはしないという可能性含めてたんじゃ、残してたんじゃないですか。いや、それは、まあ、馬場さんに聞いてください。いや、馬場さんに聞いたらそう答えてたんですよ。そもそも不信任案に4党で賛成して、で選挙が終わったら石破さん政権を信任するっていうのは普通ありえない対応じゃないですか。表現、まあ、だから基本政策の一致をもっと早くにやっておけばよかったなと思いますね。何ヶ月も前にこちらからも申し入れましたし、連合からも要請が来て、やっぱり大事なことを脇に置いて、とにかく選挙区調整だけしようとか、首班指名書いてくれっていうことになるので、やっぱりその首班指名っていうのは、その一つの政権を構成するってことですよね。その中にはもう維新だけじゃなくて、その立憲、令和から日本保守党まで全部入ってってことですよね。そういう政権求めてますかね。泉前代表はミッション型内閣ということで、玉木代表も訴えているガソリン減税、トリガー条項の適用などですね、重点政策2、3で合意して政権を作ろうと呼びかけて、でまさに選挙中に訴えたことが、ガソリン減税が実現する手前まで来ていると。まあ、横田さん、最近この記者会見に来られているんで、あんまり聞いてないと思うんですけど、私のアーカイブも見ていただきたいんですが、ミッション型内閣については、一つ一つの項目については、当然共有、共同できるものは、例えば一緒に法律出すとかできるんですね。ただ、政権を担うっていうのは、やっぱり民主党政権の時の反省もあるので、やはりその外交安全保障であるとか、原発を含めエネルギー政策など、その国家の運営の基本に関わる政策についてはですね、やっぱり一致しないと、うまくいかないし、バラバラになるんじゃないですかと。まあ、要ははっきり言って、今起こっているようなことを想定していたから、早い段階から、その党が違うので、いろんなことをそれぞれ主張したらいいと思うんです。ただ、政権を共にするということになると、特に外交安全保障は相手があるので、じゃあ、日米同盟をどう考えるんですかと、その中で、まあ、自衛隊が例えば共産党まで入れるっていう多分発想だと思います、横田さんはね。だそうなると、やっぱり憲法に違反している存在だし、将来的にはなくした方がいいと言っているところとは、なかなか難しいですよね、冷静に考えたら。だから、そういうことも含めた基本政策の一致をしないと、将来、選挙区調整や首班指名などで、今まさに我々が言っているような混乱が生じうるので、早いうちからやっときませんかと。いうことをむしろこちらからも提案していたわけですよ。でその大切なことを脇に置いて、じゃあ首班指名で一致できないからけしからんとかね、あるいは選挙区調整ができらんからけしからんと言われても、でそういうことを全部、まあ、ある種こう脇に置き続けてきたのが立憲民主党ですよ。だから何も最初から跳ねつけてるとかではなくて、だから先ほど質問ありましたけど、経緯があってね、こういうことにならないように、だったら共に本当に政権を一緒にするということであれば、やはりやっぱりここは無視せずに、できれば選挙の前にこういった重要政策については同じ方向を向いてるんですよということを指し示すのが、やっぱりこれは議会制民主主義のお作法だし礼儀だと
ということをまあ申し上げてきたわけですね。ただまあそこは時間がかかるから脇に脇に置いてきた結果、今日に至ってるんだと私は認識していますので、まあ今日も基本政策の一致についてはね、難しいのはよくわかるけれども、我が党はそういう意味では一致してるんですが、やっぱり立憲民主党はいろんな方がね、右から左までいらっしゃるんで、困難なことはわかります。困難なことはわかるんだけれども、そこを乗り越えないと、やっぱ政権を担うというチケットをなかなか有権者から与えていただけないんではないでしょうか。政策実現性を最も重視されてますが、立民側がガソリン減税を受け入れてすぐやりましょうと言って、自公側がそれを受け入れなかった場合は野田さんと書くんでしょうか、初版紙面で。政策実現性から言えばそうしないとすぐ一回しないですよね。ガソリン減税について立民側は受け入れると、一緒にやりましょうと言って、まあ、繰り返しになりますけれども、個別の政策というよりも政権を担うということです、初版紙面を選ぶということは。いや、そうすると政策実現性について聞いてるんですが、政策実現はもちろん大事なんですが、その政権を共にするということであればですね、我々例えば自公とは政権を共にしないから石破茂とは書かないわけです。じゃあその野田佳彦と書くかというと、その野田佳彦と書くことがどういう構成になっているのかが分かりません。そこに共産党が入っているのか、日本保守党が入っているのか、令和が入っているのか、維新が入っているのか入っていないのか、全く分からないままですね、まあ、つまりその国家運営の基本政策についての一致度合いがどこでどう測られているのか測られていないのか分からない中で一票を投じることは、我々が私がこれまで言ってきたことと矛盾するので、それはできません。すいません、ちょっともう最後でお願いします。もう時間が終わりなので。政策実現性が一番重要なんじゃないですか。政策実現性が一番、繰り返し申し上げてますが、自公はこれ認めるんです、認めるのを条件とするんですか。だから自公には入れません、石破茂とは書きません。政策協議でガソリン減税は自公に飲ませるんですか。それは必須条件ですよね。これから何をね、さっき言ったタイムラインの中で最も早く実現していくというのは、民主党政権の反省も踏まえて一気に全部やろうとして失敗した過去もありますから、そのどういうものをどのタイムラインの中で実現していくのかということは冷静に考えていきたいというふうに思っています。最後に1点だけですね、エコさんもういいですか。103万円のを超えると働き損は誤解という産経の記事が11月3日に出てますが、誤解をもとに統制拡大した疑いがあるんですが、この記事に対する反応を聞きたいんですが、横田さんどう思います。いや、その産経新聞の103万円を超えたら働き損になるということは誤解だということについてはどう思われます。記事に書いてあるという、あなたの意見を聞きたいんです。あなたの意見を聞きたいんです。所得税が増えるのは微々たるもので、うん、制度的結果的に富裕層にが一番恩恵を受けると。だから 税の改正の全体度の中で果たしてここが一番重要なポイントなのかどうか、これは極先ほど私説明しましたよね、財務省の説明そのままですね。横田さん珍しいですね。じゃあ産経新聞も書いてるんでですね、横田さんと産経新聞がこう意見が一致するのは面白いね。もういやいやいや、それだけね、今までの前提とされたような政治状況がこの選挙で変わったってことですよね。だからその、いや、横田さん分かる、私に反論するあまり財務省と一体化してますから。だから面白い現象なんです、面白い現象。だからどの立場に立ってるかなんですけど、こうさっきの共産党さんとか令和さん、これリベラルな方がむしろこの103万の壁を上げることに対してすごく反対されてるのが、私はね面白いなと思ってるし残念だなと思ってるんですね。もっと現場の声聞いた方がいいと思います。じゃあ数字で示してくださいよ。じゃあ、で私の反省も先ほど申し上げたんですけども、今の日本の税率は 5% が最低税率ですから、確かに103万が104万になったからといって増える税額は極めて微小です。それはおっしゃる通り。だから私も私たちもこの税の壁については無視してきたんです。でもその無視してきたことに対して、いやいや違う、103万がね、いろんな意味でやっぱ壁になっていて働き控えの原因になっているということは、もっと現場取材されたらどうですか。特に、いや誤解ではないんです、誤解ではないんです。私も誤解だと思ったけど、誤解だと思っていることが誤解でした。だからもっと学生の皆さんとかね、いろんな人の声を直接聞かれた方がいいですよ、ジャーナリストだったら。それをお勧めします。